今回作った映画の新しい挑戦というのはバーチャルプロダクションという最新技術を日本では映画の仕様としては初めて使ったというところが挑戦でした。我々の所有しているバーチャルプロダクションは LED ウォールとカメラ、あとトラッキングシステム、そしてアンリアルエンジンが連動したシステムになっています。カメラが動く、ズームをする、フォーカスを送るといったことに対して全て連動しているという形になっています。例えばすぐには行けない場所だったりとか、シチュエーションがあると思うんですけれども、 LED ウォールをここでも窓みたいなイメージで捉えてしまえば、その向こう側に CG を使ってどんな空間でも再現することができる。ワンカットの中で背景がバッて切り替わるようなシーンがあったりとかですね、バーチャルプロダクションの最新技術を使って今までにない撮影ができました。